ペスタロッチ・ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチは、スイスの教育実践家、シュタンツ・イベルドンコジーンの学長。フランス革命後の混乱の中で、スイスの固い中で、孤児や、貧民の子などの教育に従事し、活躍の舞台として、スイス各地にまたがるのイホ法府、シュタンツ・イフェルドン、ブルクドルフなどが有名である。一部の研究者は、ペスタロッチと表記するが、ペスタロッチは、 イタリアのせいであり、ドイツ語及びイタリア語の発音では、ペスタロッチの金表記がより忠実である。妻はアンナ・シュルテス、息子及び孫にゴットリープがいる。ペスタロッチの肖像を描いた、スイスの旧二0フラン紙幣ペスタロッチは、イタリア北部のロンバルディア州、ソンドリオ県にあるキアベナにルーツを持つイタリア系の新京都の医師の三人兄弟の真ん中の子として、 チューリヒで生まれた。1751年に父が病死し、1764年にチューリヒ大学に入学した。チューリヒ大学を卒業したペスタロッチは、貧農を救助するために農業に携わり、母方のおらの援助で農場の違法府を創設するが、後に事業に失敗して1774年に、孤児や貧困の子供のための学校を設立した。 1800年にスイス政府の依頼で全寮制の校長に就任した。彼は基礎的なものから高度なものへという直感教授、道作教育の思想は当時のヨーロッパでは高い知名度を持ち多くの期待を寄せられた。特に当時のドイツからは様々な人物が教えを恋に彼のもとを訪れた。中でもフリードリヒ・フレーベル、ヨハン・フリードリヒ・ヘルバルトが その教育史上の意義としては群を抜いて有名であり、また重要である。ペスタロッチの教育の実践は、主として初等教育段階のものであったが、それをさらに幼児教育へと応用、展開したのはフレーベルの功績であり、また大学教育の場での教育学へとそれを整理、発展させたヘルバルトの功績も大である。初等教育のやり方の礎は、 ほとんど彼によって気づかれたと言ってもよい。著書に、インジ者の夕暮れ、リーンハルトとゲルトルート、ゲルトルートはいかにその子を教えたか、白鳥の歌などがある。インジ者の夕暮れは、そのタイトルから、晩年の遺作のように思われがちだが、初期の教育実践で失敗した後の自己告白である。また、同時代イギリスで、工場経営者ながら、幼少の子供の工場労働を止めさせ、 性格形成学院を設立した空想的社会主義者であるロバート応援を彼の学校を訪問したことがある。1827年にアール・ガウシュー・ブルックで死去した。日本の教育界では盛んに研究された外国の教育思想家、実践家のトップである。教育学者の長田信はペスタロッチの研究者かつ信奉者で没後遺言により、長田の墓は スイスのペスタロッチの墓の傍らに作られた。長田の弟子である、正治雅子も、フレーベルの研究者である。子供の権利条約のもとになる、子供の権利という概念を、第二次世界大戦の最中、ポーランドのワルシャーゲットの中で、ユダヤ人の孤児たちの個人委員長をしながら提唱した、ヤヌシコルチャックは熱烈なペスタロッチ信奉者でもあった。生涯最初の国外旅行に、 スイスに出かけ、ペスタロッチの活躍の舞台を訪ねて回ったり、彼の主張をもじって、実著のタイトルにしたりした。岡山県戸又郡鏡野町は、知徳、体の調和的発達と弱者への配慮ある教育を提唱したペスタロッチに着目して、日本のペスタロッチタウン、鏡野を宣言。ペスタロッチ像を建て、調律図書館をペスタロッチ館と名付け、 その思想の普及と継承に努めている。ペスタロッチの像を建てている小中学校も少なくはない。ただ、その著書や参考書は近年出版事情もあって入手できるものがわずかになっている。ノイホーフで妻アンナと共に子供たちを教えるペスタロッチ。ありがとうございます。